神様は私たちに成功してほしいなんて思っていません。ただ挑戦することを望んでいるだけだよ。疑わずに最初の一段を登りなさい。階段のすべて見えなくてもいい。とにかく最初の一歩を踏み出すのです。誰もの心に何かに向かって燃える火があります。それを見つけ燃やし続けることが私たちの人生の目的なのです。過去には帽子を脱いで敬意を表し、未来には上着を脱いで立ち向かいなさい。何をやろうとしてもあなたは間違っていると批判する者がいる。その批判が正しいと思わせる多くの困難が立ちはだかる。計画を描き最後まで実行するには勇気がいる。物事を始めるチャンスを私は逃さない。たとえマスタードの種のように小さな始まりでも芽を出し根を張ることがいくらでもある。あなたにできること、あるいはできると夢見ていることがあれば今すぐ始めなさい。向こう見ずは天才であり力であり魔法です。人は何度やり損なってももう一遍の勇気を失わなければ必ずものになる。たとえ僕の人生が負け戦であっても僕は最後まで戦いたいんだ。人を信じよ。しかしその100倍も自らを信じよ。人生はいいことも悪いこともずれだってやってきます。不幸が続けば不安になり気が弱くなるのです。でもそこで運命に負けず勇気を出して不運や不幸に立ち向かってほしいのです。逃げない、晴れ晴れと立ち向かう。それが僕のモットーだ。敗北？私はその言葉の意味を存じ上げません。じっくり考えろ。しかし行動する時が来たなら考えるのやめて進め。あなたの心が正しいと思うことをしなさい。どっちにしたって批判されるのだから。人生はどちらかです。勇気を持って挑むか棒に振るか。 PK を外すことができるのは PK を蹴る勇気を持った者だけだ。名誉を失ってももともとなかったと思えば生きていける。財産を失ってまた作ればよい。しかし勇気を失ったら生きている値打ちがない。いいかい、怖かったら怖いほど逆にそこに飛び込むんだ。たとえ一人になろうとも全世界に立ち向かいたまえ、世界から血走った目で睨まれようとも君は真っ向から世界を見据えるのだ。恐れてはならない。君の心に響く小さな声を信じたまえ。行動する前から叩かれてしまうこともあります。それでも行動するのが本当の勇気です。不幸に屈してはならない。むしろ大胆に不幸に立ち向かうのだ。自分もいつかは死ぬ。それを思い出すことは失うものなど何もないということを気づかせてくれる最善の方法です。あなたのやりたいこと、好きなこと、何ですか？すでにあなたの心が知っているはずです。